機関を待たせ、もうすぐ始まるよ。せーの、アズレンナビゲーション抜秒。傷は浅いぞ、ダメコンいくらだ指揮官の主張。ロイヤル陣営のハーミーズに言いたいことがある。なーにー。 MVP のセリフも近代化回収をした時のセリフもかっこいいけど、正直何を言ってるのかわからない。でも中二魂とデュエラー魂を刺激してくれるからもう満足だ。指揮官の皆さん、こんばんは。アズールレンで千歳と千代田の声を担当しています関根ひとみです。アズレンナビゲーション、略してアズナビ、第30回の配信が始まりました。もう30回なのか、30回もやってるのか、なんか嬉しいですね。いや結構思い出もいろいろ増えてきたところなんですけれども、今回もですね、番組冒頭は指揮官の完成への思いを叫ぶアズナビ指揮官の主張から始まりました。今日の主張はロイヤル陣営のハーミーズということで、確かにそうですね。さっきもちょっと何を言ってるのかわからないって、つまりで M さんにちょっと聞いてみたんですけれど、なるほどなるほど、中二病っぽい感じなんですね。ちょっとハーミーズのことを知りたいなと思いました。ありがとうございます。引き続き皆さんが叫びたい歓声の思いお待ちしています。そして今回もこの方と一緒です。指揮官の皆さん、こんばんは。ヨースターで広報 PR を担当しています、デュエリスト運営 M です。デュエリストが来てくれました。じゃあ今回は、今日は全部デュエリストということで大丈夫ですかね。そうですね。あ、デュエリストの方ということで、もうバイクに乗ってデュエリストとしてやってきました。関根です。行くぜ。難しい、やめよう。デュエリスト、ハーミーズちゃんがね、デュエリストな感じの子なのよ。ちょっと知りたい。はい、ということでですね、 YouTube でご覧の方はぜひコメントをたくさん打ってお楽しみください。そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。アズレンナビゲーションスタート。アズレンナビゲーション、この番組はヨースターの提供でお送りします。アズレンナビゲーション、アズレンナビゲーション。改めまして、関根ひとみです。運営 M です。それではこちらのコーナーに行ってみましょう。アズナビメール。私たちパーソナリティへの質問やメッセージなどを紹介していく普通オタのコーナーです。それでは、へいへい、行っちゃおうぜ。早速行ってみたいと思います。裏剣指揮官さんからいただきました。ありがとうございます。ひとみん、運営 M さん、こんばんは。こんばんは。僕がいる時空ではアイマスコラボがスタートしました。ありがとうございます。全員コンプリートするためにこれまで貯めたキューブを一気に消費している最中で、うんうんうん、今のところはるか、ちはや、あみを建造できました。 おめでとうございます。はるかいいな。いいな。さて、いきなり話が変わりますが、うん、はい、お二人にとってアイドルと言える感染はいますか？お気に入りの子を嫁と呼んだり、他にも姉とか妹に認定するのはよく聞きますが、この子は自分にとってのアイドルみたいな話はあんまり聞いたことがないような気がします。あ、面白いな。せっかくアイマスコラボ中なので、お二人にとってのアイドルみたいな存在の感染はどれなのかをお聞きしたいですとのことです。ありがとうございます。難しい。なんか嫁とか好きとアイドルの気持ちってどう違うんだろう。いやでもアイドルだからやっぱこう触れてはいけないみたいな感覚なんですかね。崇高な存在、崇高な存在というか、なんかこう例えばちょっとだらしないところとかを可愛いと思える子はどっちかといったらその嫁寄りな気がします。なんかでもこうなんか全ていいみたいなのはアイドルなのかなって私は勝手に思うんですけど、とか応援したくなるとか、なんかいろいろね、それぞれの概念があるだろうけど、関根さん、どうですか、いらっしゃいますか。でももう普通に私はもうカークの顔が好きなんですよ。なんでカークをアイドルとして私は認定したいと思います。認定したいと思います。関根イズアイドルはイコールカーク。そうですね、顔面的にやっぱアイドルっていう感じで。確かに確かに可愛いなと思って。だってはずれもそもそも自分でアイドルって言っちゃってる子がいるから、やっぱそういう意味でなんかサラトガとかは確かにそうですね、なんかもう自分の中でアイドルなんだっていう感じが、気持ちがすごい私は抜けないかもしれない。アイドルって言ってる子もいるし、子もいますもんね。だから私はサラトガちゃん
かな。なるほど。いやーそっか、私はかーくちゃんのまだ見ぬ、うん、あのなんだろう、アイドルになれる素質があるのに分かってない感じが、なおよしみたいな。確かにね。こう、あなたはスカウトしたいよ私みたいな感じの、プロデューサーさんの気持ちになれちゃう。そうです、プロデューサーです。もうね、サラタガは出来上がったアイドルなのよ。そうなんですよ。カークは多分これから伸びていく。私がいないとカークはアイドルになれない。あ、これから伸びていくっていう意味の男性探したいな。誰がいるかな。いや難しいですよね。結構もうみんな可愛いから、みんな。そうだね、やばい。ちょっとなんか一覧見たくなってきた感染の。いやー本当そうですよね。絶対いっぱいいるよ。いや可愛いな。可愛いよな。サンフランシスコとかも、うん、結構良くないですか、アイドル？アイドルとして。で結構完成されてない？あ、完成されてるんですけど、そうそうそう。でもこうなんかこの遊んでくる感じが、あなんかどんどん握手券とか買っちゃいそう。黄色担当よ多分。確かにちょ色決めたくない。私にとっての赤色のアイドルはこの子で、確かに私にとっての黄色はこの子かなっていう。確かに。グループ勝手に作りたい、妄想。確かに。関根的アイドルグループ組んでみた。それいいですね、いつか。そう、運営的アイドルグループ組んでみたいな。そうそう、やりたいな、やろうから。なんか自分で、ね、ユニット作りたいですよ。名前も決めて。作りたい作りたい。私は3人ユニットですみたいな。そうそうそう、私は2人でとか。私も架空の曲名作っちゃうから。あ、いいですね。うん、そうそうそう、確かに。ポップなやつとか。確かに架空の番組のタイトルとか決めちゃいたいですね。そう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 、やりたいやりたい。いいですね、ありがとうございます。ちょっとまたアイドルだなって思う子が見つかったらお話ししたいなと思います。ありがとうございます。はい、お次は山口指揮官からいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは、毎週楽しく拝聴しています。ありがとうございます。はい、先日実装された開発艦4機ですがどのくらい進んでますか。私は昼夜問わず燃料を溶かし続けて先ほど白竜が完成しました。また経験値を集める過程で推しである高尾型が全員嫁&120になってしまいました。うん、嬉しさのあまりこうして初メールさせていただきました。皆さんはこれなら昼夜を問わず頑張れるってことはありますか。よろしければぜひお聞かせください。ありがとうございます。あ、山口指揮官にとってのきっと昼夜問わず頑張れるはアズレンってことですよね。うれぴまる、素晴らしい。白龍ちゃんはね、その計画艦4機で最近実装された4機の中で、はい、DR 艦でちょっとレアリティもね高いから、うん、結構見たんですよ一応どんな子がいるか。でも結構私が好きそうな感じの子がいました。誰が好きなんだろう、ネプチューンとかかな。なんか私ってもうめっちゃ可愛い小さい感じの子か、好きだよね。もうなんかボーイッシュな子が好きなんですよ多分。うん、ボーイッシュだとかクールっぽいツンデレっぽい感じの子好きなんで。ボーイッシュとツンデレ違うもんな、誰だろうな。でもクールって意味ではオーディンちゃんとか、あとなんか神秘的な子とかでガスコーニュちゃんとかシャンパンちゃんとかいろいろいるから多分推しの子を、ね、うわー、ちょっと探してみよう。私もいつかそこまでたどり着けたらいいな。達成しよう。いいですね。はい、あ、関根さんこれなら昼夜問わず頑張れるってことはありますか。はい、なんかもしくは、はい、これ頑張ったなとかでもいい。あ、経験談とか聞きたい。関根さんの過去を知りたい。昼夜問わず、なんだろう、昼夜問わずこれを頑張ったんです。これを頑張った。そう、いやー、なんだろうな。受験、あ、重い。受験して、うん、その昼は受験なんですよ。うん、で夜が、うん、アニメを見ることなんですよ。ここまでで私は受験と捉えてるんです。あ、なるほど、ワンセット受験ね。私の受験は女の子がいっぱい出るアニメをリアルタイムで見るために目覚ましをかけないで、うん、自力で起きる、夜中に。それでそれを見る、で朝になる、うん、勉強する、うん、寝る、アニメを見るっていうのの繰り返しです。めっちゃ狂ってるやつか。なんで受験とアニメを見る。まあでもこれ頑張ります。もうアニメもね、教科の中の一つみたいなところあるから。いや、そうなんですよ。やっぱここで人間関係みたいなものを学んで。そうそうそう、それは思う。アニメで学ぶこといっぱいある。アニメ学ぶこといっぱいありますよ。いっぱいある。アズレンで学ぶこともいっぱいあります。そう、いっぱいある。だから皆さん、アニメとアズレンはチェックチェック。受験です、必須科目です。どういう落ち着き方みたいな。わけわかんない感じになっちゃった。はい、はい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。引き続き番組では指揮官の皆さんからのメッセージをお待ちしています。アズレンをプレイした感想はもちろん、好きな感染にまつわる小ネタやフェチを感じるポイントなど何でも OK です。たくさんの投稿お待ちしています。アズレンナビゲーション、続いてはこちら。
アズナビ道場黒帯への道。こちらはですね、私が道場の門下生となって目標をこなしていき黒帯獲得を目指してくるコーナーなんですけれども、はい、今日はついに最後の発表会です。泣いても笑っても今日が最後ですよ。やばい。前回の収録でですね、ラストトレーニングを終えたので、そうそう、ちょっとコツコツ、まあ頑張ってはきたんですけれども、それがどうだったのかということをちょっと皆様に。今回はなんとスタジオに本物の白帯茶帯黒帯を用意しました。なんと果たしてどこまで目標達成できたのか、はい、それに応じてね、帯お渡ししますので、うわ、はい、お家で飾ってください。なるほど、はい、いいですね。早速ねチェックしていきましょう、はい。まずは改めて白帯達成のための目標は、はい、目標1ノーマル回帰 6-4 をクリアしよう、はい、目標2感染を100レベルにしようでしたが、はい、こちらはグッド達成済みです。イエーイ。ここはね、ここはね、まだ大丈夫、達成しましたね、はい。そしてじゃあ白帯贈呈です。ありがとうございます、はい。そして続いて茶帯達成のための目標は、はい、感染を改造しようが目標3、はい。コアデータショップで星5以上のアイテムを入手しようが目標4でしたが、こちらはグッド達成済みです、はい、茶帯を差し上げます。ありがとうございます。ということで茶帯も達成なんですけど、はい、じゃあ実際黒帯がどうだのか、はい、ちょっとゲーム画面で見てみましょ う、 はい。最初はね目標5の疾患レベルを60まで上げようなんですけれども、はい、はい、実際どうでしょう。ゲーム画面はこちらです。ダン、あ、目標54達成してる。64にはなりました。おめでとうございます。関根さん燃料が死んでる。そう、燃料がマジでない。だもう途中からゲームができない。なんかアズールレンジいつまで経ってもゲームできるなって素晴らしいって思ってたんですけど、やっぱりこうちゃんと育てようと思ったら足りないよ。あんなにいっぱいさ、なんか私すごいなんだっけ、燃料じゃなくて母校の、うんうん、ご飯、ご飯とかめっちゃ買ってた時代、うん、あんたゲームやってないわよって思いました。本当に変えてた時代を考えたら、ね、どっちに燃料割けばいいか分かんないよね。いや、分かんないです。ご飯も買いたいし回りたいしみたいな。なくなっちゃいました。99になっちゃいました。じゃあ目標、はい、6の完成を120レベルにしようなんですけど、ちょっとドックにじゃあ行ってみまして、一番あら高いのは、あら、あー、塩なの114。しかも塩でももうちょっとで115になる。燃料がない。燃料という、いや難しかった。120はね正直設定しといてなんですけど、ハードルは正直高かったです。ここまで育てたのは正直すごいと思います。いや本当に、まあ、せっかくなので目標7の千歳千代田強強作戦も見ていければなと思うんですけど、はい、まあ、レベル100は前回も達成してて、はい、結婚も前回して、はい、あとはスキルだけだったんですけど、スキルがギリギリなんですよ今ちょうどやってて、うん、でもこそうだどっちもじゃんっていうこと私忘れてる。ここはでも千歳も多分ギリギリかな、好きかな。あーこっちがダメだ、間に合ってないよ。どっちもでも、はい、今入れてるんですよ。あ、もうこの勉強が終われば10になってる、10になってるはずなんですけどね。とはいえこれはもう目標達成とはちょっと言えないかな関根さん。ということで黒帯達成ならず。これはワイと一緒に炊きようかな。ということでね、はい、最後の発表会まで終わったんですけど、はい、まあ、達成はしなかったですけど、でもまあ今回改めてゲームに向き合ってみてどうでしたか、はい、面白いゲームですね。嬉しい。普通の感想なんですけど嬉しい。私はゲームはやっぱ普段やらないので、うんうんうん、なんか日々まあ、こんな機能があるんだみたいなことですごいもう楽しませていただいていて、なので、ね、分かりやすくキャラも成長していくじゃん、はい、レベル1,2,3,4 って。そうそうそう、はい、なので M さん、いや、どうしたの、運営 M さん、いや、運営 M 様様、どうした関根の様子がどうした、続けさせてください。あ、リターンの申し込みが申し
込み用紙書きます。でも申し込み用紙よりも、はい、やっぱ大事な誠意を見せてもらうには、はあ、可愛い声でおねだりしてもらわないと。可愛い声、なんかあの M さんと、まあ、これまでいろいろ付き合ってきたと思うんですよ、はい、あ、このボイスだったら M さん好きやろなみたいなのはそろそろ分かってもいいと思うんですよ。なるほど、それは別に可愛いに限らずですよね。いろいろ、あ、まあ、これだと多分好きなんだろうなっていうのがあると思うんですよ。そうそう、いろいろ性癖もねちょっとお伝えしてきました。確かに、確かに。それでちょっとおねだりされないことには私の首も縦には触れないかなっていう。なるほど、わかりました。そうそうそう、指揮官も望んでると思う。なるほど、ちょっと違う席でさんをわかります。ちょっと私のいい内なる誰かを呼び起こしたいと。はい、じゃあ、はい、運営 M さん俺、あ、瞳の、まあ、友達みたいなもんなんだけど、瞳がさ、結構ゲーム頑張ってたし、これからもゲーム頑張りたいって言ってるんだけどさ、どうかな？俺、M さんがいいよって言ってくれるなら、何でもするよ。どうかな？いいよ。よかった！なるほど。うん、すいません、ちょっと変えられちゃった。え、これから何でもしていいって言ったじゃん。何でも用意しない、やっぱ何でもするにはやっぱ今から指輪かかってプロポーズしようと思ってたのにあ、M さんが？そう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 、結婚してもらおうと思って。あ、どうですかね。ひとみくんがそう言うんだったらしょうがないよね。ひとみちゃんの友達、ひとみくん、ってことはじゃあいいっていうのが、そうそうですね、ちょっと記憶がちょっとなんか飛んでるんですけど、取りましたので、取っちゃった。あ、そうそう、叶えられた。いやー、やっぱりいろいろ夢が、うん、ちょっとやっぱ指揮官の皆さんのためにも叶えたい夢がやっぱりありましたので。そうですね、各実装はでもやりたいですよね。なのでどうしよう、大体ちょっと、まあ、正式な期間は後で決めようと思うんですけど、そうですね、まあ、1ヶ月ぐらい、もう1そうです、ね、1ヶ月ぐらい頑張って120レベル、うん、行きたい、行こう。いや、行けると思います。そう、スキル達成120レベルは行こう。よし、行こうよ。行きますよ。行きましょう。よし、頑張ります。関根さん、引き続きがっつり一緒にプレイしていきましょう。はい、そしてカグ達成だ。イエーイ、達成する、自走するぞ。イエーイ、指揮官の皆さん、応援ありがとうございました。そして引き続き応援お願いいたします。以上、あずなび道場黒帯への道でした。行くよ。アズレンナビゲーション。続いては月替わりでゲスト観戦の声優さんが担当するマンスリーゲストコーナーです。今月は中村えり子さんが担当しています。それではどうぞ。アズレンナビゲーションをお聞きの皆さん、こんばんは。アズールレンでビクトリアスの声を担当しています、中村えり子です。8月は私がこのゲストコーナーを担当してまいりますよ。さあ、今月行っている企画はこちらです。世界の美女クイズ。美しいものが好きで、自らの美しさにも絶対の自信を持つビクトリアス。そこで今月はですね、世界中で歴史上美女と呼ばれる人物に関するクイズに挑戦しているんですが、前回は、いやー、惜しかったですね。ギリギリのアウトでしたね。で、3択だったんですけれども、どんなお風呂に入ってクレオパトラは自分の美を保っていましたかっていうようなね、問題だったんですけれども、間違った場合には、その間違った答えをそのままお風呂で遂行してくださいねみたいな展開になってしまって、燃え残った灰風呂に入るっていうですね、大変な罰ゲームを押し付けてしまいましたので、今日こそちょっとね、頑張っていきたいなと思っております。それでは始めていきましょう。問題はビクトリアスが今日も読み上げてくれますよ。ビクトリアス、お願いします。それでは問題よ。世界三大美女の一人、楊貴妃はある果物が大好物だったと言われているわ。それは一体何でしょう。 A イチゴ、 B ライチ、 C マスカット。これを食べれば私ももっと美しくなれるかしら。いや、もうこのままで大丈夫ですよ、ビクトリアさんね。いや、今回は万が一外したとしても大丈夫じゃないですかね。これ関根ちゃん嫌いな果物ないですもんね。なくても食べるか。あ、でもここで残念なお知らせです。ちょっと番組の予算がないですよね、この時期ね。
それね、ちょっと厳しいから自腹で買ってくださいっていうことらしいので、いやーこれはですね、一番高いやつで外していきたい。そういう趣旨じゃなかったですよね。関根ちゃんをなんとかいじめようのコーナーみたいになってますもんね。違うんです、違うんです。はい、これね、私なんとなく分かってきた気がしますよ。これはね、今日こそ大丈夫です。いきます。それでは答えますよ。答えは B ライチ。やったー、やっほーやっほー。ライチ、中国からベトナムが原産地と言われています。ライチね、幅広い亜熱帯の地域かなの方で育てられてるんですよね。古くから楊貴妃も好んで食べていたと言われております。え、そうなんだ。ちなみにライチのリキュールを加えた、その名もズバリ楊貴妃という名前のカクテルもあるんですね。いや、めちゃくちゃ楊貴妃ライチ好きで、早馬かなんかを、ライチ馬みたいなやつ、ライチを運ぶためだけの馬を走らせて3日3晩寝ずに帰ってこさせてすぐ食べたみたいな、ありましたもんね。まあどこまでが本当なのかっていうところではありますけれども、本当に美味しいの。ただもうですね、この、今聞いていただいているタイミングだと、日本だとなかなかもうライチ手に入らないんですよ。市場に出回ってなくて、5月の終わりぐらいとかぐらいが一番安いんですよね。今手に入れようとするとですね、むちゃくそ高いです。関根ちゃん、ファイトといったところで、今回はここまでとなります。せめてな、今日この問題があるって分かってたら買ってきてあげるべきだよね、ビクトリアスとしてはね。あー、しまった、ごめんね、セキレちゃん。こんなに笑顔で謝る気のないごめんねは私発したことないかもしれません。さあ、こんな感じで世界の美女クイズに、次回も挑戦していきますので、お楽しみに。それでは最後にですね、アズナビパーソナリティ関根ひとみちゃんに一つ質問をというね、恒例のやつなんですけれども、ビクトリアス美女にちなみまして、関根ちゃんが自分のご自身のですね、チャームポイントはどこだと思ってらっしゃるんでしょうか、教えてください。でちょっと関根ちゃんにはハードルが高いかな、ね、結構こう謙遜してね、こうあんまり自分がっておっしゃらない方なので、じゃあもし難しかったら M さんとチャームポイントこう言い合うみたいな感じでも大丈夫です。はい、楽しみにしてます。ということで、次回も私中村ゆり子がお届けいたしますよ。それではまた来週。中村ゆり子さん、ありがとうございました。ということで ねじゃあ、チャームポイントの話を自分から言う自分から言うっていう、ね、私のチャームポイントはこれです。普通なんかね、誰かが言ってくれるようなことない気がしますけど、言い合います、自分から言ってもいいですけど、一応、はい、親が、うん、私持ってる私のチャームポイントは目です。なんか瞳も、まあ、本名なんですけど、確かになんか生まれた時になんか他の名前考えてて、抱っこした瞬間に瞳だってなって、瞳に瞳だなったっていうので、一応関根家公認の、あのチャームポイントは目なんですけど、ね、なんかチャームポイントあります、言い合いましょうよ。え、いいよ、どっちにしようかな。あ、2個あるんだ。整いました。はい、じゃあ関根さん、はい、上 M が思う関根さんの、はい、チャームポイントは口。おー、うん、え、口、なんか口の形とか、八重歯、まあ、八重歯じゃないけど、はい、歯の感じとかがすごい可愛いなって思う、で関根さんはよく笑ってくれるじゃない、それがそうよく見えるんですよ。だからなんかすごい口が印象的だなって思う、笑い声と迷った。あ、笑い声もすごい好きなの、嬉しくなっちゃう。そうですかね、いっぱい笑ってくれるし、笑い方もなんか特徴的だから嬉しくなっちゃう。なるほど、嬉しいです、ありがとうございます。いやいや、いつも元気もらってます、笑い声に。ありがとうございます。じゃあ私が思う M さんのチャームポイントは目です。目、はい、嬉しい、目ですよね、むしろ目じゃないですか。目、嬉しい。いや、私はなんか初めて会った時からやっぱりあの目力があるっていうか、目にやっぱなんか明るさを感じたというか、パッチリ、嬉しいな、二重な感じも可愛いなと思って、嬉しい。結構目がやっぱり特徴的、やっぱ目って結構印象がね決まるところでもあると思うんで、まあ、確かに人がね、いや、いい、なんかそれこそなんかアズールレーンにいそうな感じが、なんかその顔の
なんか可愛らしさとかが本当アズールレーンを広める人はアズールレーンの顔なのかみたいな。だんだんなんかなってきた。アズールレーンの仕事したら顔がアズールレーンになってきた。犬が似てくるみたいな。顔が多分だんだん怒り型になってくるからロゴっぽくなってくから。ロゴになっていくから。それは止めないと。だから私は目かな。目がやっぱり可愛らしくていいな。嬉しい。ちょっとねコメントとかでちょっと恥ずかしいんですけど我々のチームポイント聞きたい。何だと思いますか。そしかもさ結構音声で我々のねあれを聞いてくれてるじゃない。確かに。だからもっと顔とかじゃなくて別のチャームポイントとか、うん、確かにそうですね。今書いてくれてるかもしれない。あーそうかもしれない。ちょっと楽しみですね。楽しみだな。はい、ということでエリカさんありがとうございました。次回のマンスリーコーナーもお楽しみに。アズレナビゲーション。アズレンナビゲーションそろそろお別れのお時間になってしまいました。番組では指揮官の皆さんからの投稿をお待ちしています。メッセージの宛先はアズナビアットマーク温泉ドット AG まで送ってください。番組ページの投稿フォームからも送れます。はい、そして番組公式ツイッターも稼働中です。普通歌やコーナー宛てのメッセージはツイッターでハッシュタグアズナビをつけての投稿でも OK です。はい、そして8月29日に第2回アズナビ勝手にフェチアワード夏のスペシャルを開催いたします。イエーイ。はい、前回もご紹介したんですけれども、こちら部門ごとに指揮官の皆さんからノミネート観戦を、並べていただきたいんですけれども、はい、こちら3個部門がありまして、はい、まず1つ目の部門が健康的な二の腕部門となっております。はい、まあ、例えばなんですけども、この子ブラックプリンスちゃんの二の腕とかね、うん、こう健康的ですよね、このライン。健康的。二の腕だけじゃないこの魅力というのもありますから。二の腕のその先のゴールへ。そうそうそう、ゴールへ。もありますので、うん、ぜひねフェチポイントがと一緒にお送りいただければなと思います。うんうんうん、いいですね。ここで紹介した感性も全然ノミネート受け付けてますので、うんうん、でよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、はい、続いて。そのほくろに釘付け部門となっております。これはね皆さんの待ってた部門だとは思うんですけれども、うん、一応ね改めてどんな感じかっていうと、うん、例えばこうチャッパー F とか、うんうんうん、どうですかこの気づきます？いやこれに気づかない人はやばい。いないですよ。いない。そうでもこれはねもうまさかのこの下の角度から見れるっていうところも素晴らしいと思うの で、 いいです、ね、そういったフェチポイントもね多くいただければ。ほくろを見せるための服なのかな。そうだと思う。そのために開いてるんだと思う。そのための服なんだろうな。ね、チャパイも送っていただければと思いますし、はい、いろんな着せ替えもあるので、うん、ここの角度がまたいいんだみたいなのも全然ご投稿ください。はい、そして最後は夏を感じる透け感部門です。はい、これがねちょっといまいちピンとこないかなと思うのでね、うん、ちょっとこの子イカルスちゃんの、ネレウスデスクバリーとかをちょっと例に挙げさせてもらおうかなと思うんですけ ど、水着なんですけどいろいろ透けてますよね。どうなってるんです ですか。水着ちょっと透けてるんだけど水着って透けていいんですか。そうニーソも透けてるのよ。なんでニーソ履いてるんですか。かかとの肌色が逆に良いぞっていう。かわいい。そうもうねそういうことじゃないっていうことなんですよね。そうこの可愛さっていうのはそうこう必要とか必要じゃないってそういうことじゃない。プールの中でニーソだって履く。そう可愛いから。そうすぐ透ける。かわいいから。なのでいろいろそうですね、こんな感じで、まあ、夏をちょっとモチーフな感じの透け感を皆様から教えていただけたらなと思います。はい、ではここで指揮官の皆さんから送っていただいたイラストをご紹介していきましょう。ではまずは新旧指揮官さんからいただきました。はい、ありがとうございます。こちらあら夏を感じさせますね。かわいい。あんまり夏を感じる透け感があるよ。めっちゃ透けている。透けている。浮き輪から向こう側が透けている。まんじゅうも透けてる。かわいい。まんじゅう抜ける？これ大丈夫？大丈夫かな？みっちり入ってるよ。一生このままじゃないかな。かわいいですね。かわいい。やっぱ夏だから海とかね。あそういうイラストいいですね。いいですね。ありがとうございます。続いて上塩指揮官さんからいただきました、はい、こちら、はい、じゃん、にいみちゃんのアイドルスキンが可愛すぎる問題。おにいみちゃんのスキンの中では1位2位を争うぐらい好きですとのことです。ありがとうございます。可愛いよね。可愛い。
すごい真面目だから、アイドルでありながらマネージャーポジでもあるの、のびちゃんは。あ、そうか。可愛いと思って。それこそさっきアイドルといえばっていうので、にーみちゃんも確かにアイドル性ありますよ。可愛いな。可愛い。いいですね。いや、可愛いなイラスト、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてルト指揮官さんからいただきました。はい、こちら。久々にイラストを描いたアズレンのヴァンパイアとのことです。ヴァンパイアちゃん可愛いんだわ。可愛いんだわ。可愛い。可愛いんだわ。え、可愛い。見せつけてるポーズしてくるから。え、めっちゃ可愛いですね。めっちゃ可愛いんだわ。え、私好きだよ。多分。うん、好きだ。あ、もう今運命来ちゃった。いや、可愛い。ディスティニー来ちゃった。ディスティニーがちょっと迷い出ちゃいました。ちょっと気になる。調べてみよう。もうちょっと。可愛いんでござるよ。いやー、可愛い。ありがとうございます。よろしくでござるよ。よし。続いて、水まんじゅう指揮官さんからいただきました。はい、こちら。わっ、わっ、建造終了記念に書いたシャンパーネです。たまにしか目を開けてくれませんが、それがいい。とのことです。美しい。え、待って。美しい。良すぎる。美しい。美しい。お人形さんだ。え、この目がめちゃくちゃ綺麗ですね。かわいい。チャームポイント、チャームポイント。目がやっぱ目がいい。目がいいとアズールレーンに採用される。そうか、かわいい。ちょっと待って、あ、さっき言ってたシャンパンニーちゃんって、そうそう、ね、いつもね目を閉じてるんだけど、たまにこうパッて開く時があって、すごい印象的な。うえー、気になる。私も作りたい。そういいですね。わー、ちょっともうちょっと調べよう。ちゃんとかわいい。かわいい。ありがとうございます。はい、こんな感じで指揮官の皆さんからのイラストもお待ちしております。ハッシュタグアズナビ創作をつけてのツイート、もしくはメールアドレスにてご投稿お願いいたします。またサムネイルでも紹介させていただきたい場合には、ツイッターの場合、番組公式ツイッターより DM を送らせていただきます。これね、 DM を送りできるようにね、番組公式ツイッターフォローしていただかないとできなくて。そうなんですよ。ぜひフォローお願いいたします。はい、ということで今回の放送をお送りしてきましたが、はい、今回は黒帯への道が、ね、結果会だったんですけど、でも黒帯への道はやっぱり遠いということですね。そうですね、ちょっと、延長戦入りましたので、いや、指揮官の皆さんがこれからもアズレ頑張っていきましょう。ちょっと許してくれてるのかちょっと気になります。大丈夫かな。指揮官のみんなが今燃料送ってくれてる。あ、回るんだ、これでこれで回るんだ。ちょっとそれでね、絶対家具の実装やっぱり、そうですね、いつかしたいので頑張っていきましょう。やりたいと思います。120レベルまでちょっと突っ走りたいと思います。はい、はい、それではお別れのお時間です。はい、お相手は関根ひとみと運営 M でした。バイバーイ。アズレンナビゲーション、この番組はヨースターの提供でお送りしました。あっち向いてホイ、あっち向いてホイで反射神経を鍛えよう。矢印と違う方向を向いてね。それじゃあ行くよ。せーの、あっち向いてホイ。結果はどうだったかな。来週もまた見てね。バイバイ。